はようございます。今日はワニさんの手ぬぐい半襟、証券の長襦袢に化繊の入ったウールの、多分ね昔のなんでよくわかんないんですけど、一重です。これはオークションに盛り上がっていた頃にお買い求めしました。多分すっごい安かったと思う。セットで3枚セットで1000円とか、そういう、1個ずつの着物じゃない子だったと思うな、この子は。そういう何枚セットとかっていうと、中にこうもうなんかシミで切れないのとかも混ざってたりするんですけどね。まあいいやみたいな、最初の頃はもういいや、着物だったら何でもいいやみたいな時もありましたから。今日はなぜ化繊の入った着物にしたかと言いますと、こちらすごく天気が荒れております。石川県あられ雷、石川県北陸はね冬に雷が鳴るの。違う県から来た方はすごくそれ怖いって言うんだけど、本当に真っ黒の空に雷がゴロゴロゴロってなって、あられがブワーって降るっていう、今まさにそういう、今日はそんな天気。でちょっとね、外に買い出し行くにも、まあ、絶対濡れるだろうな、仕事長靴にしてもねっていう感じだったので、まあ濡れてもこの人は化繊が入ってるんで、あんまりウールと違って臭くならないので。かといってね、証券はちょっと本気でやばいなっていう、紬ですら危険だなっていう天気なんで、昔の着物を引っ張り出してきました。昨日送別会があったんです、うちのパン屋で。私のお店はパン屋なんですけど、7年丸々働いてくれてて、8年目社員だった子で、高校生の時からうちでバイトしてて、ファーストバイトのとこでそのまま就職してくれて、まあ、その頃まだ社員も一人だった頃だったんですけど、2人目の社員みたいな感じで長く長くいてくれたんですよ。成人式の着物姿、私も着物で2人で撮った写真もあるぐらい、もうそこまで行ったら娘みたいな感じなんですけどね。やっぱりいろんな世界見たいっていうのもあるだろうし、いろんな目標に向かって旅だったなって感じなんですけど、やっぱり経営する側としては働いてくれる人が来るときは嬉しいんだけど、こう離れていくときは本当になんか、なんだろう、すごい遠いとこに引っ越しした嫁に行く娘を見送る親みたいなね、なんとも言えない寂しい、今度いつ会えるんだろうみたいな寂しい気持ちになるんですよね。皆さん、こう
経営者側がそんなに寂しがっててもしょうがないんですけどね。バイトの子のね、高校3年間働いてくれた子とかね、送別会で大泣きしてしまったりとかなんか成長したその子供に何とも言えない卒業式で泣く親と一緒みたいな感じでなんかバイ、なんだろう、その初めてに結構出くわすとやっぱりこう、ね、なんだろうな、ちょっと違う感情が残りますよね。初めてバイトしたいって電話してきた時のその子の声を思い出したりとかね、どれだけドキドキしながら電話してきただろうとかね、どれだけドキドキしながらいらっしゃいませって言っただろうとかね、そんなこと昨日は思い出してましたね。はい、今日はね、あ、言い忘れてなかった、なんかもうあの一般的な半幅帯の柄ですね。金っぽい糸に紺色、証券です。で、そう、着物がねすごい地味なので、はい、今日も帯締め押し。この子もモコモコした素材で、ちょっと本当にどのタイミングで使っていいやらっていうふにゃふにゃにいただいたものなんですけど。私の手元に来たからには世の中に出してあげなければということで、今日も帯締め目立つねっていう、全体的に暗い感じなんで、この着物はあのすごい昔めっちゃ着てたんで、あの息子の保育所時代を思い出すぐらい懐かしい着物で、これたまに着ると息子が、わあ懐かしいって、この着物の匂い懐かしいなとかね、匂いで覚えてくれてたりして、なんかそこも洋服じゃないいいとこだなと思ってね。子供はちっちゃいうち親のね膝に来るんでね、そこからこう着物の匂いを嗅いでほっとしてたみたいで、保育所から帰ってきたら、はい、あ、締めやすいふにゃふにゃで、はい、こんな感じです。綺麗に六角形できてますね。ん、はい、ちょっと地味めな色合いですが、天気の悪い時コーディネートでございます。それでは運転気をつけてお過ごしくださいませ。